大熊橋は、福島県福島市にある道路橋である。福島市南部を流れる一級河川阿武隈川にかかり、福島県道51号霊山松川線と、福島県道307号福島飯野線の町用区間を通す。東詰は、飯野町明治あざ滝山、あざ、猫山、あざ大黒殿の境界付近に、西詰は、松川町沼袋あざ浜湖に位置し、伊達郡川俣町や福島市飯野地区と、国道4号福島南、バイパスに本松、郡山方面や市内松川地区を結ぶ役割を持つ。現在かかる橋は、2017年4月25日に開通した全長 163.2 メートル、幅員 10.5 メートルの橋梁であり、東側の阿武隈川と下部が、こうしたロシキローゼ橋、西側の県道51号旧道古道部が、高単純番桁橋である。アーチ部や桁部は茶色に塗装されている。東京寮の建設にあたっては、ケーブルクレーンベント工法と、ケーブルエレクション自荷吊り工法が用いられた。ケーブルを張るための鉄塔は当初、盛り土部分に建てられる予定であったが、アーチ桁の吊り下げ重量が1270トンと、大きく、強固な地盤を有する地山に建設する必要があったため、高さ 49.6 メートル、島長 228.2 メートルの当時としては、国内最大規模となる、馬庫断面方式を用いた新型の鉄塔が架設された。当地周辺ではもともとさらに下流の鮎、滝戸線上にて阿武隈川を渡るルートが取られており、奥州街道8丁目宿から分岐した相馬街道が、この道筋で、辰子山村を経由し、川俣に通じていた。1884年12月に、初代大熊橋、幅員2軒が、木橋として開通し、同時に渡船場が廃止され街道は幹線された。新たな道筋は新橋街道と呼ばれ、郡道に指定された。現在でも川俣町コミュニティバス川俣松川線、阿武隈新橋バス停にその名が残る。その後増水の度に損傷を繰り返したため、1901年6月に、橋長79メートル、幅員 4.4 メートルの木鉄混交トラス橋の2代目の橋に架け替えられた。大正時代に入りこの橋使ってを松川と川俣を結ぶ乗り合い馬車が運行されたが、国鉄川俣線の開通により廃止された。1958年6月、3代目となる3、京間、PC 桁橋の橋梁が竣工し、以後自動車交通に供されてきたが、幅員狭小でセンターラインや歩道が整備されておらず、大型車のすれ違いが不可能であり、欄干が低く歩行者が安全に通行できないこと、また、伊達郡飯野町が福島市と合併したことにより、市内松川地区と飯野地区との連絡の必要性が高まったことから、市町村合併支援道路整備事業として、架け替えが決定し、2004年に橋を含む、全長1200メートルの区間の線形改良が事業着手。2017年4月25日に大熊橋を含む900メートルが開通した。旧道は2018年3月31日、橋梁部分を残して県道指定を外れ市道に移管された。橋名の由来は阿武隈の旧名と言われる大熊から同様の由来を持つものとして阿武隈川川口付近に位置する JR 常磐線大熊駅がある。また東京寮と同じく、阿武隈川を渡る同名の橋が、西白川郡西郷村、郡山市、宮城県伊久郡丸森町に存在する。阿武隈川から新飯野橋大熊橋から、情報来橋、ありがとうございます。